アメリカ中西部、今回からしばらくレンタカーでアメリカの大自然を見て回る。スタートはデンバー。ここでレンタカーを借り、まずはアーチーズ国立公園、キャニオンランズ国立公園、モニュメントバレーを訪れた時の映像である。の前に、これからしばらくレンタカーで回るアメリカ中西部について説明します。アメリカ中西部には驚くほどの大自然がたくさんあります。特にユタとアリゾナの間にあるパウエル湖を中心とした半径 230km はグランドサークルなんて呼ばれていて、国立公園やモニュメントが30点以上を点在しています。有名どころで言うとグランドキャニオン、アンテロープキャニオンなんかが入ってます。パワースポットで有名な街セドナなんかもこのエリアです。今後の予定としては、デンバーでレンタカーを借りていろんな大自然を見ながらラスベガスまで行き、その後別のルートでいろんな大自然を見ながらデンバーまでレンタカーを返しに行きます。ででん、レンタカー第2弾です。これから第1発目、国立公園、デンバーからアーチーズ国立公園に向かいます。おはようございます。初日というか、これからしばらくこのキャンプ場で生活することになると思います。こんな感じでしばらくは車中泊でなんとか宿題を浮かしていきたいなと思ってます。車の中は思いのほか寒いので、風邪をひかないように気をつけたいと思います。よし、1個目到着です。この微妙なバランス、ちょっとつっついただけで落っこちそうなぐらいのこのバランスを保ってます。このアーチーズ国立公園っていうこの名前の由来が、ああいうアーチ状になってる岩がたくさんあるっていうことで、それでアーチーズっていう名前になってるそうです。道なき道にも程がありますよね。ずーっと上り坂です。大自然の作り出した芸術というすごいな。あっち、アーチです。自然が作ったアーチです。あそこから歩いてきたんだ。遠いわ。頂上にやってまいりました。ものすごい命がけの道のりでしたが、
の前にとんでもない絶景が広がってます。これは多分僕が今までの人生で見てきた中で一番すごい絶景なんじゃないかなと思ってます。疲れが吹っ飛びますね。すっごい遠くまで見えるんですけど、それがもう何キロ先かな、見当もつかないぐらい遠くまで見えます。朝日がなかなかいい絵になってる感じで、今日は、キャニオンランズナショナル公園に行きたいと思います。アーチ越しに見る景色っていうのはすごいのかな。おお、すごい。いやわ、これはすごい。確かにこの地割れみたいな、地割れというか地球にぽっこり穴が開いているというか、からモニュメントバレーに向かいます。見えるかな、空がすごい色してる。おはようございます。今日はここモニュメントバレーの駐車場で一泊しまして、なんと、モニュメントバレーは非常に、サンライズがとても綺麗だということで早く起きました。昼間の方がくっきり見えますね。そりゃそうだけど。アメリカ中西部、車中泊しながら国立公園を巡るレンタカーの旅は続きます。ナチュラルブリッジ国立公園、アンテロープキャニオン、ホースシューベント、ブライスキャニオン国立公園、ザイオン国立公園とアメリカの大自然が盛りだくさん。次回、車中住めどなかなか都と化さず、お楽しみに。